この場所をお借りしまして、日本共産党街頭演説会を開催させていただきます。駅ご利用の皆さん、ご近所の皆さんには大変お騒がせいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。今回愛知県会議員選挙、大変激しい選挙戦となっています。誰が当選してもおかしくない、まさにつばぜり合いのこの状況の中で、何としても日本共産党の議席、板倉正文を県議会に押し上げてください。そして県政の流れ、ご一緒に変えてまいりましょう。ただいまより候補者板倉正文より訴えをさせていただきます。こんにちは、日本共産党の板倉正文です。県議会に立候補し、選挙戦もあとわずかとなりましたが、嬉しいことが今朝ありました。ありがとうございます。皆さん、毎朝起きると自分の家の前に選挙の掲示板が置いてある。この掲示板、毎朝見てたって言うんです。そして誰に入れようかなと思ってた。そして今日、日本共産党から電話が来まして、その方がね、答えてくれたんです。毎日見ていたけれども、この中で板倉正文さんが一番優しそうな顔をしている。だから板倉正文入れると言っていただいたんです。本当に嬉しい一票です。優しい板倉、頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。この選挙は国の大きな方針が関わった選挙です。県民の皆さんの一票が国の道を左右していく。それは戦争か平和か、皆さんどっちを選ぶか、これが一つの争点なんです。私は重責を担ってますが、戦争する国づくりの法案を5月の連休明けに自民党、公明党、安倍政権が出す。この内容を知れば知るほど、これは危険な道に日本が入っていく、そう思うんです。私は平和憲法を守るために全力を挙げる、こう地域で訴えております。皆さん、ぜひ平和憲法を守るの一票、板倉正文とよろしくお願いいたします。70年間日本は誰の一人も外国の兵士も殺さなかったんです。日本の自衛隊も命を奪われませんでした。アフガニスタンに行って用水路を引いてきた日本の PKO の皆さん、そして NPO の皆さん、こういう皆さんの力、そしてイラクに派兵された皆さんも道路を作り水道を引いた人道的支援が世界の国々に感心させて、日本は安全な国だ、こう思われたんです。平和憲法を持っているこの日本が人道的な支援をすればするほど信頼されていく。皆さん、こうした国づくりこそ憲法9条を持った国づくりだと私は思います。だからこそ戦争への道は絶対に許してはならないと思っております。野中広夫さんや古賀誠さんがテレビで訴えました。戦争立法を許さない、この呼びかけに私も応えて、日本共産党だからこそ平和憲法をしっかり守る、あの侵略戦争に反対した唯一の政党の一員として、何としても平和憲法を守る先頭に立って頑張ります。どうか皆さん、党派を超えて平和憲法を守れの一票、
若者を戦場に送らない、この一票を板倉正宗とどうぞよろしくお願いいたします。愛知県政はひどいんです。お年寄りの中で一番困っている、寝たきりを介護を必要とする方たちの予算を削りました。41億円日本共産党がいた時にあった特別養護老人ホーム建設補助金を日本共産党の議席がなくなると12億円へと30億円も削り、寝たきりのお年寄り介護をしている方たちに冷たい政治を押し付けてきました。今2万2000人のお年寄りが特別養護老人ホームに入れないで待っています。皆さん、県会議員103人いるこの中で誰も寝たきりのお年寄りのために建設費補助金を増やそうという提案をした人は一人もいません。一人もです。皆さん、この県政を変えなければならないのではないでしょうか。板倉正宗を県政に押し上げていただくことは、この優しい板倉を、顔だけではありません、優しい板倉を押し上げていただくこと、私は福祉を学び医療現場働いてきました。人を大切にするこの県政は一番だと思いますし、4期16年市会議員としても住民こそ主人公の立場で頑張ってまいりました。皆さん、県民の皆さんが苦しんでいる、特に一番弱い寝たきりのお年寄りが苦しんでいる、寝たきりのお年寄りは声を上げて私にベッドをください、特別養護老人ホームを作ってくださいと言えません。このお年寄りの願いを私はまっすぐ県政に届けて、そして県民の皆さんの暮らしのために役立っていきたいと思います。どうか寝たきりのお年寄りの特別養護老人ホームを増設し、そして暮らしを守っていく板倉正宗を皆さんの力で県政に押し上げてください。よろしくお願いいたします。頑張ります。皆さん、県会議員103人のうち76人が皆さんの税金を不正使用し不正に使ったとして、そして名古屋地裁から税金を返しなさいという判決が下りています。こんな県会議員76人いる、一宮の40人の議員のうちこんなことやる市会議員は一人もいません。県会議員は、県議会はもう崩れに崩れている。皆さん、ひどすぎるんです。ですからどこが違うか、一宮市議会には日本共産党が尾関宗男市会議員一人いる、この目が光ってる。悪いことできません。しかし県議会は日本共産党の議席が1議席もない、オール与党のやりたい放題、悪いことをやっても追及されない。皆さん、この駅前で政務調査費の不用意を許さないと言っていた、そうしたら候補者が共産党のその宣伝にやってきて、俺は不正使用してないから俺に向かってそんなこと言うなって言うんです。ところがそうだったら県議会で不正使用した人を追及してほしかった。皆さん、これがなれ合いなんです。こういうなれ合いの県政を変えるためには、唯一の野党の日本共産党の議席がどうしても必要です。このなれ合いの県政は、32万筆集められた学童保育を充実してほしい、保育園をもっと良くしてほしいために予算をくださいという、そういう請願書面、届けたんです。ところが
誰一人、103人中誰一人この請願に署名をしてくれませんでした。子どもたちの安全で過ごしやすい学童保育や保育園を作ってほしい、その切実な願いを誰一人受け付けないんです。こんな冷たい県政があっていいでしょうか。こんな冷たい県会議員ばっかでいいでしょうか。よくありません。ぜひ板倉正臣、この5議席のうちの1議席板倉に入れていただいて、押し上げていただいて、この冷たい県政を改善させてください。よろしくお願いいたします。皆さん、子どもたちの未来のためにも、若者の未来のためにも、何でも今度は平和憲法を守る一議席が大切です。どうか皆さん、戦争する国づくり食い止め、そして県民の皆さんの願いをまっすぐ県政に届ける、この板倉正臣の議席勝ち取ろうではありませんか。全力を挙げて頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいま候補者板倉正文より訴えをさせていただきました。続きまして、日本共産党副委員長小池晃参議院議員より訴えをさせていただきます。皆さん、こんにちは。雨の中お集まりいただきまして、足を止めていただいて本当にありがとうございます。ご紹介をいただきました日本共産党の小池晃でございます。大激戦、あと一歩まで追い上げてまいりました。何としてもこの選挙勝たせていただきたいと、演説会に続いて今日もやってまいりました。板倉正文さんをどうか皆さんのお力で一宮から県会へ送ってください。定数5つのこの議席の中に板倉さんの議席どうしても必要です。5議席が全部知事言いなりのオール与党の議席では選挙の意味がありません。オール与党と共産党の一騎打ちの選挙です。そして自民党が4人も立候補するという、まさに自民党と共産党自共対決の選挙でもございます。一宮を変え、そして安倍政権の暴走に一宮からブレーキかけるために、どうかもう一押し押し上げてください。よろしくお願い申し上げます。戦争への足音が耳元で聞こえてくるような、そんな中での選挙となりました。集団的自衛権を行使すると言っています。日本が攻撃されていなくても海外での戦争に出ていくというのです。今までは戦闘地域には行きません、武力行使はしませんと自民党は言ってました。憲法9条の下であれだけ自衛隊を大きくしても海外での戦争はしないと今までの自民党は言っていたではありませんか。それが今大きく変えられようとしています。戦闘地域に出ていけば攻撃されることもあるでしょう。私が国会で質問したら、安倍さんはその時は武器を使うと平然と言ってのけました。周辺事態という言葉もなくして地球の裏側にまで出ていく、高級法にしてすぐにでも自衛隊が出ていけるようにする、こんなことを許すわけにまいりません。ありがとうございます。いつでもどこでもどんな戦争にも自衛隊を駆り立てる、日本の若者の命を奪う、これを食い止めるためには日本共産党の板倉正文さんを県会へ送っていただくしかないんじゃないでしょうか。そしてあの戦争が間違った戦争だということを認めない人たちが今日本を戦争ができる国にしようとしています。
三原淳子さんという自民党の参議院議員は発行一部の精神が大事だと言いました。発行一部というのはアジア侵略のスローガン、一体何を勉強してきたのか、もう一回金八先生にこのバカチンガと言ってもらわなければいけないのではないでしょうか。日本やドイツがやったあの戦争はやってはいけない戦争だ。これが世界の戦後の原点です。先日ドイツのメルケル首相がいらっしゃいました。メルケルさんは日本がどうすべきかとはおっしゃいませんでしたが、ドイツは過去と向き合ったと言ったんです。歴史は作り変えることはできません。しかし向き合うことはできます。日本は誠実に過去の戦争の誤りを認めてこそ世界とアジアから認められる国になっていくのではないでしょうか。この道を進んでいこうではございませんか。自民党と公明党はこの選挙の直後に国会に戦争立法を提案すると言っています。維新の党の橋本さんは集団的自衛権行使は認めるべきだとこう言っています。皆さん、自民党、公明党、維新の党への一票は戦争への一票になってしまいます。日本共産党の板倉正文さんへの一票に憲法9条を守り抜く、絶対に戦争する国にしない、この願いを込めて党派を超えてどうかお広げください、勝たせてください、よろしくお願い申し上げます。暮らしの問題での安倍政権の暴走もひどい。私は参議院の予算委員会で介護報酬の削減問題、そして社会保障大改革の問題を2度にわたって取り上げました。社会保障のために消費税を上げると言っていたのに、増税した途端にどんどん悪くしています。昨日成立をした今年度の予算ではなんと3900億円も社会保障予算が削られました。小泉さんの時に2200億円の削減やって大問題になったけど、それ以上の悪辣なやり方ではありませんか。介護報酬の削減で介護の現場からは悲鳴が上がっています。低賃金であやぐ労働者に本当に冷たい仕打ちです。それだけではありません。東京では介護報酬の削減を理由に特別養護老人ホームの建設が中止になってしまった。こんなことが起きています。これではまともに介護が受けられません。消費税を上げといて医療費の負担を増やし、介護サービスを縮小し、生活保護を解約し、年金は下げる。消費税上げて年金下げるなんて江戸時代の悪大官でも思いつかないようなひどいやり方ではありませんか。私の国会での質問に安倍さんは社会保障は給付と負担の関係だから仕方がないと言った。しかし負担していない人がいる。この間大金持ちに対する減税が行われています。大企業しか使えない減税制度も広がっています。例えばトヨタ自動車1社だけに1年間で1200億円研究開発減税というのがやられています。一方で介護報酬の削減によって削減された国庫負担は1130億円なんです。たった一つの自動車会社の減税のために日本中の介護が壊される。政治が向いている方向が間違っているのではないでしょうか。こんな時に消費税を 10% にする、断じて認めるわけにはまいりません。 8% への増税でこれだけ暮らしが壊れています。増税を進めた自民、公明、民主党、増税3兄弟に
きついお灸を据えようではありませんか。公明党の皆さんは軽減税率軽減税率といつも言うんですが、そんなに庶民の暮らしが心配なら増税をやめればいいではありませんか。増税するなら消費税ではありません。増税するならアベノミクスで散々儲けた富裕層ではありませんか。皆さん、これは日本の経済を立て直す大事な治療にもなるんです。 OECD 経済協力開発機構は、日本では格差の拡大が経済成長を妨げていると言っている。消費税の増税、最悪なんですよ。今やるべきことは庶民への増税ではない、富裕層に負担してもらう、そして賃上げと安定した雇用ではありませんか。ところが安倍さんは後半国会、労働者派遣法の大改悪と残業代ゼロ法案を提出すると言っています。労働者派遣法改悪をして、派遣労働は原則1年最長3年、この歯止めをなくしたら日本中正社員ゼロになってしまうのではないでしょうか。残業代ゼロだと言って労働時間の考え方なくしたら過労死だらけの日本になってしまうではありませんか。皆さん、今必要なのは若者の未来をすりつぶすブラック企業を根絶することです。昨日私ども参議院にブラック企業規制法案を提出をいたしました。ブラック企業なくせ、この声広げてまいりましょう。中小企業を本気で応援をして最低賃金を引き上げる、これが景気回復の決定打ではありませんか。この道しかないというセリフはこういう時に使った方がいいのではないでしょうか。皆さん、愛知の県政どうでしょう。国の政治が暮らしを壊す暴走している時に県政が頑張んなきゃいけない。愛知県の財政力はついに全国1位になってるんです。ところが暮らしにあまりに冷たいのではないでしょうか。県の一人当たりの福祉の予算は43位、教育費1人当たり44位、そして特養ホームの数は47位、堂々全国最下位になってしまっています。なんでこんなことになっているのか。愛知の経営者に共産党の議員がいないもんだから、暮らしを守れの声が県議会に届いていないんです。だから高すぎる国保税の県の補助金もゼロにされてしまった。お金はたくさんあるんですよ。ところが使い方が全く間違っている。大企業への補助金は1件100億円もの大盤振る舞い。リニア中央新幹線、設楽ダム、中部国際空港の2本目の滑走路、徳山ダムの導水路、こういうことばっかりに皆さんの税金を使っているんです。愛知県政にないのはお金ではありません。愛知県政にないのは住民の痛み苦しみを我が痛みとする心があまりにもないのではないでしょうか。ならば一番痛み分かっているこの優しい優しい板倉正文さんで愛知の県政を変えようではございませんか。国保税、介護保険料の引き下げを、特養ホームの緊急増設を、高校卒業までと75歳以上の医療費は窓口での無料制度実現をする、住宅リフォーム助成制度、公契約条例の実現で中小企業を本気で応援する愛知の県政をご一緒に作ろうではございませんか。どうかよろしくお願い申し上げます。原発のことも訴えたいと思います。今鹿児島の仙台原発、福井県の高浜原発の再稼働が狙われています。しかし今日もテレビでやってましたけども、ようやく福島原発の中にロボットを入れて
中がどうなってるか調べ始めたんです。そんな段階で新しい規制基準なんて作れるはずがないではありませんか。 3.11 から4年が経って日本の原発はただの一つも動いておりません。それなのにちゃんと電気はついてる。ならばなんで再稼働なんですか。止まったまんまで廃炉にする、それが一番現実的で責任あるやり方じゃありませんか。原発事故後の国民の節電努力で原発13基分の電力が生み出されています。国民はもう原発はこりごりだと覚悟し決意し協力をしています。決意していないのは政府と電力会社だけではありませんか。世界一危険な浜岡原発再稼働せずに廃炉にする、この願いを板倉正文さんに託していただきたいんです。福島では未だに12万を超える人が避難をしています。そしてその 49% は家族が今もバラバラの暮らしをしています。こんな苦しみを与えるのが原発です。それを最後は金目でしょなどと言ってのける政治を許すわけにはいかないではありませんか。再稼働反対、原発はゼロに、この願いも党派を超えて板倉正文さんにどうか広げてください。よろしくお願い申し上げます。沖縄では昨年以来県民の審判が下って、基地建設はダメだという圧倒的な民意が示されています。ところが安倍さんは全く聞く耳持たずに基地建設を進めています。粛々とという言葉は使わないようにしたいと言ってるそうですけど、言葉の問題ではありません。ああいう乱暴なやり方を直ちにやめさせなきゃいけない。だいたいあの普天間の基地、尾長県知事が言うように、あの基地は沖縄県民が提供した基地ではありません。アメリカが占領下に県民から取り上げた基地です。なんで日本が移設先を探さなければいけないんですか。アメリカに言うべきことはただ一つ、引っ越し先は自分で見つけて、引っ越し費用は自分で出して、荷物をまとめて出てってくださいというのが正しい解決なのではないでしょうか。引っ越し先を日本が探そうとするから話がこんがらかっていく。もうこんなことやめるべきです。この愛知県では小牧の基地を海外派兵と軍需産業の拠点にしようという動きもございます。皆さん、沖縄にも愛知にも危険な基地はいらない、この声上げようではありませんか。沖縄の民意に一宮から応えるためにも板倉正文さん、どうか勝たせてください。よろしくお願い申し上げます。最後に政治と金の問題を訴えます。もうしょっちゅういろんな問題出てくるもんで、私もちょっとついていけません。安倍さんの疑惑もあった、補助金もらってる企業から献金受け取ったってんです。安倍さんは国会で追及されて知らなかったとごまかしました。知らんで済むなら警察はいりません。そんな人には総理大臣は務まらないと思います。今日本経団連が企業献金を再開してから自民党への献金は4割以上も増えました。アベノミクスで散々大企業を儲けさせ、そこからお金が自民党に回る、紛れもない賄賂そのものではありませんか。きっぱり禁止しなきゃいけません。もう一つが政党助成金です。黙っていても税金がわんさか共産党以外の政党に入ってくる。毎年320億円。その結果、自民党の財政は 65% が政党助成金で賄われています。民主党は 83%、 維新の党も 72% です。官から民へとおっしゃるけれども、自分たちは国営政党になってます。身を切る改革というのであれば、まず政党助成金はきっぱり受け取らない、このぐらいのことは言ったらどうなんでしょうか。それをやらずに税金の山分けをしていたら、
税金の無駄遣いからす仕事なんてできないと私は申し上げたいと思うんです。皆さん、日本の政治をダメにしている政党助成金、そして企業団体献金、この2つの売金退治を日本共産党にやらせてください。政党助成金廃止法案、企業団体献金の禁止法案、国会に提出をいたしました。板倉正文さんとともにこの売金退治をどうか日本共産党にやらせてくださいますように心から訴えます。よろしくお願いいたします。皆さん、愛知の県議会にどうしても共産党の議員が必要だと思うんです。 100% 全会一致の県議会ならば議会の意味がないではありませんか。県民の立場でダメなものはダメだと言ってくれる議員がいなければ知事言いなりでスイスイ通過していくだけ、これでは議会の意味がありません。先ほども板倉さんからお話しあったように32万人の県民が学校の先生増やし、保育の充実を、学童保育を拡充をと一生懸命思いを込めて署名を書いたのに、その32万人分の署名が門前払いで議論もされない。そしてその一方で政務活動費、この無駄遣いが行われています。毎月50万円の政務活動費、これが文字通り議員の生活費になってしまう。この問題で不正受給で103人中76人に返還命令が出ている。皆さん、県民の言うことには耳を貸さずに議員自らが政務活動費で無駄遣いをする、いろんな税金の無駄遣いありますけど、私はこういう議員を増やすのが一番の税金の無駄遣いになるんではないかと思いますけど、いかがでしょうか。これを変えていこうではございませんか。一宮からこの県議会を変えるために板倉正文さんをどうか皆さんのお力で県議会へと押し上げてください。板倉さんのお父さんは旅客連に入っていて、もう少しで特攻隊に行かされるところだった。戦争のひどさを板倉さんは聞いて育ったそうです。それが板倉さんの原点です。大学で福祉を学び、佐野眼科千秋病院で勤務をし、貧しくて病院に来られない人の相談窓口になったと、そういう仕事もやって来られました。その後市議4期16年、子どものいる世帯の国保税の引き下げを実現し、今では歩く相談所、走る生活相談所、本当に皆さんの頼りがいのある議員として頑張ってこられました。今度は県議会でその役割を果たしていただこうではございませんか。板倉県議を誕生させ、その後の一宮市会議員選挙で尾崎宗夫さん、彦坂和子さん、橋本幸三さん、3議席を回復して一宮を変えようではございませんか。あと一歩です。歴史的な戦いです。どうか皆さんのお力でこのオール与党対板倉正文の一騎打ちの選挙、自民党対共産党の一騎打ちの選挙で、どうか板倉さん、最後の最後まで押し上げていただいて、何としても勝たせてください。愛知県議会に共産党の議員がいないという、この歴史が変わるその瞬間が間もなくやってきます。その歴史を変える戦いに一宮からも加わっていこうではございませんか。板倉正文さんの勝利で戦争への道を止めましょう。どうか今日お宮の皆さん、あと残されたわずかな期間です。皆さんの周りに日本共産党の板倉正文と広げ抜いていただいて、勝たせてくださいますように心からお願いを申し上げまして、雨の中長時間足を止めていただき、心からお礼を申し上げまして、私の訴えとさせていただきます。どうもありがとうございました。そしてどうかよろしくお願いします。お力をお貸しください。
皆さん、今回の選挙戦、何としても県議会へ板倉正文を押し上げてください。あと一歩、あと一回り、二回り、皆さんのご支持ご支援を広げていただきまして、愛知県議会、日本共産党の議席を必ず勝ち取ることを皆さんと誓い合って、この街頭からの訴えを終わらさせていただきます。雨の中、長時間お聞きいただきまして本当にありがとうございました。どうぞ最後の最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。